皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは方向感のなさです。ということで4月16日金曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は29,683円37銭、昨日比プラス40円68銭、小幅続伸となりました。今日のポイントであります方向感のなさについて、5分足チャート、日足チャートを使いながら見ていきましょう。まずは5分足チャート、こちらになります。今朝方終わりましたニューヨーク市場は上昇、ダウはプラス305ドルと続伸し、初となる3万4000ドル台到達、史上最高値更新となっております。ナスダックは大幅に反発しプラス 1.3%、 S&P500 も大幅に反発して史上最高値を更新となりました。良好な経済指標を交換した買いが集まりまして、いずれもしっかりとした上昇の結果となりました。その流れを受けまして、日経先物続伸スタート、日経平均もこちらプラス146円39銭の29,789円08銭と続伸してスタートいたしました。その後はですね、3営業日連続となります。前場高値安値、前場高安のレンジの中を推移する展開となりました。朝の寄り値が今日は高値ということで、つまり寄り点の状態でマイナス圏に沈む場面も買い戻され、しかしながら5番よりですね、5倍より上げればまた上値を叩かれて、再び前点、マイナス転換となる場面もあります。上値の重さもありながらも、29,600円どころでの買い支えにより下値は固く、結果、プラス40円の29,683円で着地をいたしました。今日は昨日より飽きない補足ですね。今夜の日米首脳会談を前に、様子見色の強い方向感のない一日となりました。次に、日足チャート見ていきましょう。こちらです。少し拡大してみます。現在ローソク足は上向き75日線の上、横向き25日線の上に位置しておりまして、価格帯別売買高上に大きな重しとなるものが特にない状態。しかしですね、本日こちら一目均衡表は三役交点が崩れました。さらに MACD はレッドクロス中、加えてチャートは2月高値、3月高値、4月高値が切り下がっておりまして、トレンドは上昇が崩れた状態、下降ではなく上昇が崩れた状態、つまり揉み合いのチャートとなります。経済アナリストの方や自称専門家の方々が、今週3万円を売り抜けて3万円が支えになるといったのを思い出しましたが、1週間終えてみてやはりという結末になっています。現在揉み合いのためですね、上にも下にもどちらにも動きやすい状態となっておりますので、通常よりもリスクの高い状態であるということになります。次に週足チャート見ていきましょう。こちらです。週足チャート、本日で今週のローソク足が完成しました。ローソク足は陽線となっておりますが、上値が抑えられている状態といえます。現在上向き39周線の上にローソク足が位置しております。一目均衡表は三役交点中ですが、マックリーはデッドクロス中となっております。トレンドは現在高安切り上がっている状態で、上昇と言えるんですけれども、マックリーがデッドクロス中のため、日足でお伝えしましたように下押しする可能性がありますので、週足で見ても全力での買いはリスキーと言えます。月足チャート見ていきましょう。上向き24ヶ月線の上にローソク足が位置し、一目均衡表は三役交点中、そしてマックリーはゴールデンクロス中、方向は上目線、トレンドは上昇となります。以上から日足チャートに戻しまして、来週の日経平均の上下のめどは、上のめどは3月18日につけました高値34,85円まで、下のめどは明日からこう切り上がっております75日線まで。今日の75日線は29,045円90銭までと見ております。戦略としてはテクニカル的に見て、日足は様子見、週足も様子見、月足は買いとなりますので、全て揃っておりません。ですのでポジションを少なめにした個別への短期戦、またはデイに特化したトレードをお勧めいたします。
さて、デイトレードにおきまして、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。昨日挙げました本日用の注目銘柄、4657環境管理センター、2933気分食品、6532ベイカレント、そして2667イメージワン、これは良かったですね。事務局へのお礼メールも複数いただき、自分たちのことのように嬉しく感じています。改めまして、本日利益確定された皆様、おめでとうございました。来週月曜日の注目銘柄は現在8銘柄となっております。映画 PTS の動きで注目銘柄を入れ替えることがありますが、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、7671アミダホールディングス。今日ストップ高となっております。出来高は 19,300 株ではありますが、未約上の成り行き買い注文分312万株を残した状態でのストップ高ということで、来週も上げてスタートすることが見込まれます。場合によってはもうそのままストップをつけることがあります。まあ、そうなった場合はもう外と。そして二つ目、1789 ETS ホールディングス、建設ですね。出来高伴いながら上昇、1185円で終えております。プラス 17%、 出来高は221万株入っております。しっかりと入ってきております。さらなる一段高ですね、があるかどうかに注目をして、来週月曜日見ていきましょう。そして3銘柄目です。2933東証一部気分食品、直近 IPO 銘柄となります。今日も出来高しっかり入りながら上昇、プラス 13.65%、 出来高1036万株入っております。来週月曜日も同様の動きとなるかどうか、一旦の利食いが入るかどうかですね、注目してこちら見ていきましょう。4銘柄目、3758アエリア。材料が出ておりましたが、今日684円プラス 11.4%、 今日の出来高一気に増えまして170万株入っております。直近の高値を本日ブレイクしたということで、もう一段、これが上昇となるかどうかですね、見ていきましょう。そして5銘柄目、4165、時々出しておりますね、この銘柄、マザーズとプレイドになります。今日は4455円プラス 8.26%、 出来高106万株ほど入っております。4月の高値を今日ブレイクしております。4500円の頃を今日一旦捉えております。来週月曜日も同様の動き、買いの勢いがさらに続くかどうか注目をしてこちらを見ていきましょう。6銘柄目、こちら今日出しておりました6532ベイカレントコンサルティング、東証一部の銘柄となります。一段高となっております。節目の3万円を捉えております。今日の高値3650円、終値は29990円、出来高は40万株となっております。こちらも同様の動き、さらに高値捉えるかどうか注目して見ていきましょう。7銘柄目、9501東京電力東証一部、今日もニュースいろいろ出ておりました。一段安となっております。一段安となっている割には、週足で見ると改ざん多いですね。つまり難品の買い、これが増えているということが伺えます。今日はマイナス 4.7%、 出来高は2265万株、さらに一段安となるかどうかに注目をして来週見ていきましょう。最後8銘柄目は4498サイバートラスト、昨日上場して今日初値つけております。結果ストップ高7900円で終えております。大陽線つけておりまして、今日の出来高79万株、来週月曜日の動きもこちら注目しております。以上8銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせまして、皆さんご自身でチェックしている銘柄ですね、チャート板必ず見て判断しながら、来週のトレード月曜日頑張っていきましょう。また現在ご案内しておりますコバンザメ投資セミナー、こちらですね、現在お申し込み受付中となっております。1ヶ月で5000万円の利益を稼いだ講師杉山によるオンラインセミナー、過去にですね、対面セミナーにて受講された方も、今回初めましてという方もぜひご参加ください。詳細はこちらのページ、 YouTube の概要欄にリンク先を貼っておりますので、ご確認いただけましたら幸いです。合わせて株式投資塾価値株について現在塾生を募集しております。副業でお小遣い稼ぎたいという方もですね、専業トレーダーを目指したいという方もぜひ仲間と一緒に技術を学び頑張っていきましょう。入塾を希望の方はぜひお申し込みください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と少しでも今日参考になったという方はぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。しっかり土日休んで月曜日からまた頑張っていきましょう。失礼いたします。